どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、優しい気持ち、チャラさんのこの名曲、日本の J-POP シーンに新たなるねこうジャンルを作ったと言っても過言ではないこの名曲を、このウクレレ結構これ合いますからね、やってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はもうリズムかっこいいんですよね。もうファンキーなビートに乗せてかっこいいバージョンやろうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くの最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでですね、どんどんウクレレで弾き語りができるプログラムがありますよ。はい、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って上から YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でも、楽器私無理、楽器触ったこともないという方でもどんどんできる、そんなプログラムです。ここですよ皆さん、始めてください。クリック、いらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた1400曲以上のありとあらゆる音楽ジャンルの曲のね、超簡単レッスン動画すでにアップロードされております。さあ皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていこう。それでは早速やってみましょう。チャラさんの優しい気持ち、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。 1,2,3,4。 泣けない女の優しい気持ちをあなたがたくさん知るのよ。無邪気な心で私を笑顔へ導いてほしいの。ぎゅっと私を抱きしめて、あなたのリソンだとしてもこの愛が自由を壊すって、でも勝手だってしょうがないで、ラララは大丈夫、踊ろう毎日ちゃんと、oh, この手を胸を焦すようなあなたのそれ存在、もう私を止められない、もう私を止めないで。せーの、チャラの優しい気持ち、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。やっぱりこの世界観、もう唯一無比というかですね、もうチャラさんのもう、ほんとなんていうの、もうこれ、入っていきましょう、この世界に皆さん。はい。で、今はですね、ガズレレ流はオリジナルショートカットアレンジさせていただいてまして、ほんとこうインパクトのあるところをギュッとこう濃縮したガズレレ練習用オリジナルショートカットになっております。で、フルコーラスでやりたい方、コード進行こんな感じですので、歌詞を書き足していただくと、フルコーラスの楽譜完成させることができます。
ので書き出してみてください。そして今のシンプル簡単バージョン YouTube と一緒にわーなんとかできるようになったかなという方、次のステップはやっぱりね、ご自身だけで演奏してみる、 YouTube と一緒じゃなくて、その時にこう紙に書いたりするとすごくいいと思うんで、ガズのね、いつもですけどこんな感じでこのノート見ながらやってるんですけど、これ優しい気持ち、これをこんな感じで今いつもね動画でシェアしているんですけど、今ただいまですね、このサービス始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日ね優しい気持ちを含めた今までガズが取りためてきた膨大な曲のストック、このノートの書いたこの手書きのノートの中から毎月5曲もう皆さんの大好きな曲を選んでね、毎月5曲ダウンロードしていただけるという画期的なサービス。しかもそこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信、次は11月1日90年代特集ということで、毎回テーマを決めてね、もう課題曲出して今みんな練習してます。これはねもう全世界中からね、もうそれこそヨーロッパとかなんか南米とかもアメリカとかもう世界中から参加してくれる、すごいことになって、毎月2回、いやこれ世界中の人と1曲セッションする、この気持ちよさ皆さんもぜひ体験してください。そしてそこに非公開の SNS が回ってて、毎朝7時にガズがラジオ配信、配信してます。これがね結構面白いですよ。あとは皆さんの演奏動画アップロードできる場所が3カ所ぐらい今あったりとか、あとはどんな質問にもガズがねそこで答えてますんでね、ガズクラブぜひご注目ください。それでは楽譜見ていきましょう。はい、優しい気持ち、こういう緩い字で書きたくなる曲でございます。はい、ですね、これ書き方書いてガズページョンって書いてあるんですけど、俺後半のかっこいいバージョンで弾く感じは下の方にこんな感じで書いておきますね。はいはい、じゃあ移していきましょう。これね、やっぱ歌い回しの言葉のタイミング、これ日本語なんですけどね、もうこんなこと言ったらあれだけど、チャラさんの音源をものすごく聞き込まないとですね、言葉のタイミングがなかなか測れないのでね。はい、今さっと移しますけれども、やっていきましょう。こういうの見てください、下に書いてあるやつ、これ矢印マークとかこれコードもね変わってきますからね。はい、こんな感じになってます。この辺もだね、結構いろいろ変わってきます。はいはい、こんな感じでさーっと映しています。これね、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを見ていただくか、あるいはガズクラブで楽譜ゲットしていただくのがいいかなというふうに思います。はい。で、今、ここまでずっとやってきて、これサビへって書いてある、サビここ戻って、で、ここちょっとご注目。ここね、最後2回繰り返すんですよ、この行だけ。カッコのところは2回目に来たところで言う歌詞になってるんで、こここんなような感じにちょっと、場所の節約というか、させていただきましたということになっております。はい、じゃあ出てくるコード見てまいりましょう。この赤いのはかっこいいバージョンで出てくるコード。今出てきたのはこれ、結構ね、コードの数は多いけど言っていきますよ。C と C7、Am と A7、F、Dm、G7、E7、Em7 のこの9個のコードでやってみます。でもちょっとここ見て、ここからここまで、全部一本指ですから、これ。まあ、とにかく簡単。これはですね、いっぱいあるように見えるかもしれないけど、ご安心ください。ドン！ガズレレ必須コードというウクレレで、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたいガズレレでは必須と呼ばれているコードのグループの中のメンバーですね。言い換えたらもうね、入門コードです。これは。はい。で、このガズレレ必須コードを10個あるんですけど、以前、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここに貼っときます。この動画見た方が絶対早いですからね、コード覚えたい方、この動画絶対見てください。必見です。はい、今日はその中から9個やったよということでございます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンに入っていく前に、やっぱり歌ですよ、皆さん。まずは4つ弾きで、今の感じ、歌の感じをしっかり掴んでください。これこそ本当タイミングとか伸ばすところとか、言葉のね、日本語なんだけど、これ息をするところとかで全然こう感じが変わりますんでね、しっかり聞き込んで、歌を自分のものにしてからかっこいいバージョンに取り組んでいくことにしましょう。かっこいいバージョンではコードがね追加されますよ。かっこいいバージョンのコード、まず、まあ、簡単ですけどね、見ていきましょう。あんまり出てこないから、 C サス4ということ、押さえるのは簡単、 C を押さえといて、この2弦の1フレット、ここを押すと C サス4です。どんな響きか、こんな響きですね。このサス、 C サス4っていうのは C と C サス4って交互に使うのが結構定番で、ね、C サス4から C、 こんな感じです。はい、これ使っていきましょう。あともう一個、これもねたまに出てきますね。 C の小文字で AUG と書いてオーギュメントと言います。オーギュメント、はい、まずじゃあ C を押さえて、今度は C を押さえたので、ここ4弦の1フレット、これだけ聞くとちょっと気持ち悪い響きに感じるかもしれないけど、これが結構効果的でございます。で、この2つのコードを追加してかっこいいバージョンは展開していきましょうというふうに思います。そして、この曲のですね、一番やっぱりキーポイントになるのはリズムなんですね。今日はですね、この3つの弾き方、ドン、ガズペジオと16ビートのちょっとカッティング、これでちょっとかっこいいバージョンをやってみようと思います。このガズペジオっていうのはこのピアノっぽい感じ、最初の歌い出しですね、泣けない女、ここはちょっとこう優しい感じの、優しい気持ちの優しい入り方でガズペジオでやってみて、で途中の A メロからはもう16ビートキレッキレのファンキーなドンとパッチッパチッとボーカパッ
こんな感じでね、ファンキーな、すごい跳ねてる感じでやりたいんですよ。その時に普通の16ビートのチャでもいいんですけど、さらにその跳ね感を足すためにカッティングを入れるとよりね、そのムードが出ます。ちなみにちょっとじゃあ両方やってみましょう。まず16ビートのチャでやると、これ今 C だけを弾いてる16ビートのチャ、ちょっとシャッフル気味になってますね。でこれにカッティングを入れるとどうなるかやりますよ。せーの、こんな感じですね。もうこうキレがあるっていうかね。で A メロのとこやって、ちょっと16ビートのちょっとカッティングでやってみると、 So いくてあのどこがあなたの理想だ、こんな感じ、キレッキレでやった方がかっこいいかなと。これだ、ちなみにこれ難しいですからね。なのでまず皆さんは16ビートのチャのリズム跳ねてるシャッフルのリズムでやってみてください。で今回のかっこいいバージョンは16ビートのファンキーな16ビートのチャプラスカッティングでよりこの腰にくるグルーヴ感を出してみようかなということでやってみようと思います。はい、この3つの弾き方、ここにリンク貼ってきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中からガズペジオ16ビートのチャカッティング、それぞれの動画でちょっとじっくりリズム練習してみてください。ガズベジオはまあ比較的簡単ですね。はい、歌いながらこう淡々と弾くっていうのはちょっと修行が必要ですけど、16ビートのチャっていうのがこれはまた難しい。しかもこう、ね、ゆっくりなんですよこの曲です。だからね、でしかもそのファンキーなこう踊れる感じにしたいでしょ。体をこう揺するのがめちゃくちゃ大事ですからね。自分がこう踊れないとね、そのやっぱリズムを踊らせることはできないみたいな感じ。まあこれはですね、このこういうのストロークって言うんですけど、まずこういうのやったことない方は8ビートというリズムから修行して16ビートまでたどり着いてほしいなということで。で、カッティングもですね、その今シェアしたカッティングの説明動画、なかなか面白い。ノートルゲーム的要素でね、楽しく覚えられると思うんで、チャレンジしてみてください。そしてこの曲、このマーク出てきます。この矢印マークはシンコペーションとってリズムが前にズコーンと食い込んでくるよということなんですけど、どんなところで出てくるか、ちょっとやってみようかな。A メロの後半でからやってみます。この愛が自由を壊すってたんでもか、今の分かった、てんだつたんでも勝手だって叱らないで、たんだつたん今のだんだつたん、ここのとこですね、この矢印マーク、ちょっともう一回のとこね。自由を出てくるんですが、これ前半の一番歌い出しのところ、なけな歌い出しのところ、ここのところってガズペジオでやってて、またシンコペーション入るね。ガズペジオの時のこのシンコペーションどうなるかというのをちょっとやってみましょう。無邪気な心で私を笑顔へ導いてほしいの、パン、こんな感じ。もう一回ね、導いてほしいの、 A マイナーからパン、こんな感じでいいかな。はい、つまびく中でのシンコペーション、こんなのも出てくるんで、この矢印マーク、これは注目です。そして一応このサビと呼ばれる場所の一番最後のところで、このちょっとテロップ見てもらいたいんですけど、 F、A マイナー、D マイナー、C の決めというところ、ここちょっとやってみましょうかね。サビの後半からやってます。手をつなこう、手をずっとこうしてたいの、わかった、言うとデン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 みたいな感じ。 F、A マイナー、D マイナー、C、はい、これかっこいい、これかっこいいんだけど、歌いながらやるとちょっとね、リズムがねちょっと持ってかれるんで、ここ要注意です。はい、そんな感じでこのシンコペーションとか、こうちょっと細かい決めもあるんですけど、やっぱり全体的な曲のイメージとしてはどっしりですね。ボン、パン、ズッドッドッパン、こんな感じの淡々としたリズムを腰にくるグルーヴ感出していきたいと思います。そしてやっぱりボーカルのチャラさんのもう世界観、もうほんと唯一無二、そこにこう入っていきましょう。はい、それではやってみましょう。チャラさんの優しい気持ちガズレレ流かっこいい場所やってみる。ワン、ツー、スリー、泣けない女の優しい気持ちをあなたがたくさん知ろよ、無敵な心で私を笑顔へ導いてほしいの、ぎゅっと私を抱きしめて、
前にちっちゃんとこの手を胸を焦がす弱ったるその存在もう私を止められない気持ちガズレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーかっこいい、おしゃれなんですよね。すごくこうメロディーラインと言葉のタイミングもあるんですけど、やっぱりリズム、その淡々としたリズムの中でそれがこう泳いでる、歌が泳いでる、そんなようなイメージやるとすごくいいんじゃないかな。結構これウクレレのムードにも合う感じがするんですよね。思いっきり歌っていきましょう。皆さん音楽楽しんでおられることと思いますが、今度はねこの楽しさぜひ周りの方にもお伝えください。ウクレレ楽しいよ、簡単だよみたいな感じで、ね、このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしていつも使っているガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズがいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、こうフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここでホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださった方にはね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますんで、必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ。こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどんいろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック。リュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチが、ここに取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとか、チューナーを入れたりとか、こういうふうな、ついてる。まあ、楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるというと、このメイン水引きもね、これ私の両親が手作りこんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もちろんアマゾンでもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレ、あっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあこれからも面白い、こう、ミュージックライブを、楽しい、ミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ。楽しむ。これが真ん中にあって、日本音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。